どうもひふみです。今回は実力診断テスト受賞0回で昇格を果たしたハロメンについて紹介したいと思います。ベストパフォーマンス賞に加え、毎年得票数に応じ数名の受賞者が決定。その多くが早期の昇格を果たしています。しかし実は無冠でデビューし、大躍進を遂げるメンバーも数えきれません。今回はその中から5名を紹介していきます。まずは米村キララちゃん。実力診断テスト最多タイとなる5回参加。毎年進化したパフォーマンスを見せますが、特別賞を含め一度も賞に選ばれることはありませんでした。5年目の実力診断テストでは受賞にこだわらず、楽しんでパフォーマンスすることを意識。本番直前につぶやいたセリフ、私はキラキラしなきゃいけないには、周りを笑顔にしたいという強い思いが込められています。そんな彼女は現在お茶の間のど真ん中に。その明るく優しい人柄は関わる人すべてをキラキラと照らしてくれています。続いて平山由紀ちゃん。初年度はカムイズミ、2年目はロックの定義と常に難曲に挑戦。同期が立て続けに受賞する中、思うように結果が出せず、悔し涙を流すこともありました。しかし、努力を重ね、その後の発表会では、主要パートを多く担当。完全に無双状態の活躍を見せ、話題を集めると、年末にはアンジュルムに一人加入。お披露目後即パフォーマンスという、ハロプロ初の快挙を成し遂げました。すでにパフォーマーとしての貫禄十分ですが、年齢はまだ17歳。成長し続ける次世代の希望です。続いて岡村みなみちゃん。1年目から類に稀なるアイドル力を発揮。2年目はトップで愛して愛してあと1分を披露。前年とのギャップを見せつけますが、賞に選ばれることはありませんでした。しかしその1ヶ月後、新グループへ加入が決定。実力診断テストで見せた表現の幅は日々進化中、多くの観客を魅了し続けています。続いて西崎美久ちゃん。高い歌唱力を持ちながら実力診断テストでは無冠。そんな彼女の目標となったのが当時の研修生ユニットの存在です。ユニットに入りたいとメンバーに自ら公言し、努力を重ねてきた美久ちゃん。そんなある日、追加メンバーとして加入が決定。後にお茶の間としてデビューを果たします。現在は主要パートを多く担当。新時代の歌姫の活躍に今後も目が離せません。最後は小野田沙織ちゃん。1年目は浴衣姿で登場。新人離れしたパワフルな歌声が話題を集めます。そして2年目は曲中まさかのリコーダーを披露。森高千里さんにちなんだ演奏ですが、実心の場に楽器を持ち込んだのは後にも先にも彼女一人だけ。そしてその3ヶ月後、見事椿へ加入を果たします。アイドルとして目立つこと、バラードをしっかり聴かせた後に転調する演出、個人的にめちゃめちゃ大好きです。いかがでしょうか。今年は BP 賞を含め5名が各賞に輝きました。できるだけ早く多くの研修生が昇格できることを願っています。皆さんの実力診断テストの思い出についてもコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではバイビー。